谷翔平、ドジャースと10年総額1014億円で契約合意。エンゼルスから FA となっていた大谷翔平投手が9日、日本時間10日、ドジャースと10年総額7億ドル、約1014億円の超大型契約を結ぶことで合意したと発表した。メジャー史上最高額で北米プロスポーツ最高額となる。自身のインスタグラムと代理人のネズバレロ氏が発表した。マジかよ、ガチのマジやん。ドジャース大谷。10年はさすがに草。10年7億ドルやと。公式も大谷インスタも正式発表や。朝起きた南ジーミンびっくりで草。ブルージェイズとは何だったのか。10年1000億草。10年1000億とかヤバすぎて草。10年1000億クラスの契約って他にあったんか。大谷のインスタ確認したらマジやんけ。やばいよやばいよ。おめでとう。契約年数も金額も NPB とはスケールが違いすぎてピンとこない。正直ぬか喜びしたブルカスかわいそうや。もろしは土下座しろ。他人の給料にケチをつけるのが大好きな。ヤフコメミンさんもなぜか大谷だけには寛大だったな。まあ死刑囚前提の契約やね。一番無難やな。ありがとう大谷。ワイはやってくれると信じていた。上原コメントまだ？リアルミュート、過大評価ですね。この状態で10年持つわけがない。ベッツはるかに超えてるよな。ようこんな額で契約したわ。LAB 大谷最高や。ドジャカスのオファーもやばいな。1000億ってどっかの国の国家予算か？トラウト闇落ちルートやめろ。よかおめ純愛やね。10年後って40だぞ。金ありすぎだろメジャーリーグ。ドジャースってどんなもん強いの？10年1000億なんて字面そうそう見ることないやろな。笹郎もどさくさに紛れてボス池、山川も紛れて SB 移籍表明しろ。まあそらドジャースやろ。トロントなんか行く理由がない。嬉しすぎるわ。ご視聴ありがとうございました。